日本の発祥の地。ここでクイズ、その日本とは何でしょう。1本目は1971年に制作、2本目は1984年に制作された作品。この解説をつなげてお見せします。では第1問、志村組の井森さんお答えください。黒川さんは何の映画の解説をしているのでしょうか。当年の名スラッガーたちは今でもホームラン打てるのか。
なっちゃう。うーん、うーんって言って、なんか虫が叫んでるみたい。いよいよラストです。3球目参りましょう。
何何ここ行けって言われたからさ、こっち来たんだよ、うん、さあすげえ攻めんのか、うん、松坂市だよ、うん、何のこんな通りを通させるの、なんとか峠って書いてあるんですよ、神坂、神垣峠っていうのか、びっくりしたよ、だんだん広くなんのかな、まあ、広くなる、川上北は初詣神垣峠って書いてあるんでしょ、伊勢本街道だって、伊勢本街道って言うのセリフで言えばいい、この地図見たらこっち行けって出てる、まあまあまあ携帯も俺みたいになってきたんだよ、峠ばっか走るようになってたんで、案内するようになったんで、ようこそ神が去る村へ、神居村、ねえ、神居村わかんないけど、神が去る村へ、珍しいよね、もっくり新庄みたいに正月やってるマンスなんて、
長だけだ、みんな便長だけ。電気ついてるのでもな、通行不能って。
は平気だけど、お前だんだん疲れる。俺運転してるのやっぱ疲れちゃってる。やっぱ遠いんだよ、場所は。場所は遠いんだよ。
左方向です。あ、温泉がある。しばらく道なりです。
釣りのなんか。よくその一帯さ見つかったね。まあ町の
人が見つけたんでしょ、下を出す。あそこ通るから。やばい、元江坂だ。桜だと。ああ、なんかあるんだな。電力が不安定だった。分岐を右方向です。その先、直進です。